一つ星くん。霧の広がるところへの立ち入りは禁止したはずだ。さて、説明してくれるかな。君、話の邪魔をするな。それに、この僕を知らないだと。教えてやろう。学園に異変が起き、霧や結界が出現した後、旧生徒会の面々や教職員が混乱の収拾を図った。だが、混乱は増していくばかり。そこに、圧倒的カリスマで生徒たちの心を束ね、混乱を収束させる救世主が現れたのさ。それこそが、この僕。一橋クラマ会長、皆に壊れる形で僕が生徒会長となり、日向は生徒会長の席を追われたのさ。どうだ日向、自らの無能さを、いや、この僕の有能さを再確認させられた気分は。私が至らなかったことは事実だから。殊勝なことだ。で、どうして霧の中に入ったんだ？それは…霧の中で混沌していた彼を助けるために、翔先生や相川さんと2階に行ったと。ええ。なるほど。好意である翔先生や中等部の相川さんを危険にさらすなんて、君は本当に愚かだな。生徒会にこの僕に頼ればよかったんだ。そうすればより安全に救出してやったものを。前生徒会長とはいえ、影響力のある君がこの有様では他の生徒に示しがつかないな。何かしらの懲罰が必要だと思うが、どうだろうか。賛成します。お取り込みのところごめんなさい。日向さんと彼をお借りしたいのですが、大丈夫でしょうか。地球のお話があるのです。これはこれは、神宮空学園長。はい、私の名前は神宮空です。どうかしましたか。君、だから僕の話を邪魔するなと言っているだろう。学園長、我々は秩序維持のため規則に反した彼女の粛清を検討せねばならぬのです。粛清ですか。もちろん同輩を罰するなど団長の思いではあるのです。しかし、全ては秩序維持のため。
一橋さん、学園の秩序は十分に維持されていますよ。あなたの手腕のおかげで。私だけでなく教師や生徒一同とても感謝しているのです。そんなあなたが使命感からとはいえ同級生を罰し自責の念に苦しんでしまうことはとても悔やまれます。今回のことは多めに見ればいいのではありませんか。仕方がありませんね。今回はそのようにいたしましょう。僕としても心を痛まずに済むのは助かりますからね。では諸君、生徒会室に戻るぞ。はい、はい、日向、次はないからな。人払いはできましたね。そこの空き教室でお話をいたしましょうか。なるほど、霧の中電話に出たことで異界に引きずり込まれたと。一つ確認させてください。あなたたちは異界からどうして無事に帰還できたのか。だろ、憂鬱なる管理者。悪魔、いえ、モナーク、どうやって学園に。我はバニタス、こいつらを手助けした存在だ。悪魔が手助け。なるほど。あなた、悪魔と契約をしたのですね。そして力を、権能を得たのでしょう。何を願ったのですか。ギギ、異界に引きずり込まれ妹たちと一緒にレギオンどもに襲われていたからな。そうですか、あなたは心根の優しい人なんですね。誰かが異界に飲み込まれ戻ってくるのを察知したので、まさかとは思ったのですが、新たな契約者が生まれるとは。それであなたの権能はどういったものなのですか。巨食の権能、番外の力でしょうか。聞いたことのない力ですね。異界のことも悪魔のこともソラさんはいろいろと詳しいみたいですね。ええ、しかし言えない事情があったのです。すべては神宮家の当主、代々の学園長のみしか知らない、知ってはならない秘密だったのですから。ですが、知ってしまったあなたたちには秘密にしていても仕方ありません。気になることがあればお答えしますよ。物質的な世界とは異なり、認知によってのみ把握できる形而上学的な空間が存在します。あなたたちが訪れた世界、異界です。異界に存在し、人のエゴを糧として成長する超自然の存在、それが悪魔。
悪魔の3階級最上位、すべての悪魔の始祖、モナークと呼ばれる大罪を冠した七柱の悪魔たちがいます。彼らは契約によって人間に権能という異能を与えることができます。高い因果率、強いエゴと願いの所持、異界や悪魔の認知、すべて満たした人間だけがモナークと契約することができます。ただあなたの虚職の力は七つの大罪に含まれない番外、モナークとの契約も偶発的なものですが、